はい、どうもやってまいりました、横浜です。横浜のセンター北という駅にありますラーメン北郎と言います。それでは早速入ってみたいと思います。そしてお助かりどういう精神力か、本はもちろんボールを直してそれで復帰しちゃうんです。めちゃくちゃ怖いぞ、本を使えるってまだ割れちゃうから、望みですが、でも何やるんですか。本当に今日の老師を迎えたら1888年に世界で初めての空気砲の開発を